花積県政が掲げる住んでよし、訪れてよしの新潟県。新年度予算でどうその実現を図るのか、注目の事業を見ていきます。すやすやとお昼寝中の赤ちゃん、思わず顔がほころぶこの寝顔。新潟市南区で開かれた子育て広場です。この日は2組の親子が訪れていました。3人の子供を育てる母親、一番下の子はまだ生後2ヶ月。大変です。もう毎日時間に追われてます。友人など周りの人たちも同じ状況かと聞いてみると、いないです。あんまり結婚して子供産んだのは私と友達の一人ぐらい。別の母親もほぼ結婚はしてるんですけど、半分お子さんがいて半分いない、選択的にいない子もいますね、はい、日本社会が直面する少子化、女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率、新潟県は 1.27 で全国での順位は34位。1位の沖縄県や2位の宮崎県と比べると開きがあります。分娩や不妊治療を扱う三条市のクリニックです。こちらのクリニックでは去年1年間でおよそ180人が不妊治療を受けたといいます。人工授精とさっきも言った高度生殖医療が保険適用になった。欲しい人いっぱいいらっしゃるんで。不妊治療は一昨年から保険適用となり、人工授精や体外受精などの基本治療を受けた場合の窓口負担は3割となりました。さらに県内の市町村の多くは経済負担を減らすため独自に助成事業を行っていますが、新潟市は現在のところ実施の予定はないということです。こちらの母親は自身の体験からこう話します。それで、ね、少しでもその経済的負担が軽くなって、ね、子供を産みたいと思う人が増えるといいなと思いますし、まあ、私自身も、まあ、不妊治療した経験もありまして育児の方にお金が回せるので助かるなという気持ちはあります。県は不妊や不育症の治療費を助成するための補助金を今回新たに設けます。まだ全部の市町村ができていませんので、またしかもバラバラなんです、補助の助成の程度は。それをレベルを上げる意味でも県が乗り出したという。このほか子育て世代の定住や移住の促進に向けて空き家のリノベーションの補助や東京圏からの移住を支援します。どうぞ。弥彦村役場で地元の園児などが祝う中披露されたバス、その名もミコピョン号です。弥彦村のマスコットキャラクターがラッピングされた可愛らしい見た目をしていますが、実は最先端の自動運転バスです。定員は8人で最高時速は20キロ。弥彦村で現在実証実験が行われています。基本的な走行は自動ですが、緊急時に備えてオペレーターが同乗します。ここまで自動で走ってきたバス、今停留所を認識して止まりました。こちらが停留所です。利用した乗客は、でも車使ったりしてるので、はい、でも子供とかバス乗りたいってよく言うので、はい、あるとまた行けて便利かなと。多分ここら辺スーパーとかがあんまりないので、お年寄りとかがね行きにくいと思うので、使えるときは、はい、乗ってみたいなと思います。弥彦村は
公共交通の空白地解消やバスの運転手不足対策などを目的に本格的な導入を検討しています。周辺の自治体からも反響があり、昨日は三条市の滝沢市長が視察に訪れました。近くにこうすごいのができたんで、百聞は一見にしかずで体験しに行きました、はい、将来の、ね、選択肢の一つとしてはやっぱり頭の中に入れておかなければならないかなというふうに思います。自動運転バスの検討は佐渡市でも行われています。公共交通の維持は地方が抱える課題の一つです。県は自動運転の導入や地域の交通資源の活用を進めるため、市町村の取り組みを支援する考えです。米王国新潟を襲った去年の記録的な猛暑。昨年収穫された県産コシヒカリの一等米比率は 5.0%、 過去最低となる見込みです。対策として AI を活用した稲の生育予測システムの構築や、暑さに強い新品種への作付けの転換に向けて実証実験を行います。新潟県の魅力発信を担ってきた東京表参道のアンテナショップネスパス、施設の老朽化に伴い去年12月をもって閉店しました。代わりの新たなアンテナショップ、その名はザ・新潟。移転先は東京銀座です。今年5月にオープン予定で、首都圏へ新潟の魅力を発信し販路の拡大や誘客を図ります。続いて柏崎刈羽原発の再稼働問題です。焦点が地元の同意に移る中、県は技術委員会で引き続き安全対策の確認を行うほか、東京電力の適格性についても議論する考えです。技術委員会で適格性の議論を、規制庁から説明を受ける形で始まっていますし、あるいは県民がどういう受け止めをするか、そうしたところも、よく見ていきたいと思います。ずっと東京電力さんには申し上げているんですけど、もう言葉はいいから実績と行動で示してくださいということに尽きると思います。新潟空港を拠点とするトキエア、先月札幌丘珠便が就航しました。仙台や佐渡空港への就航など新規路線の拡大に向けて運航経費を支援します。そのトキエアが就航を目指す佐渡、島民たちが熱い視線を注ぐのが世界遺産登録を目指す佐渡の金山です。佐渡の金山をめぐっては、今年の夏ごろに開かれるユネスコの世界遺産委員会で登録の可否が判断される見通しです。ガイドのみならず島民皆さんの願いだったと思うんですけれども、何十年もの願いがようやく叶うのかなという期待でドキドキしています。ガイドを務める法里雅子さんです。この日は旅行会社に佐渡の金山にまつわる名所をめぐり見どころを案内しました。パッと見ても分かりませんよね。これが鉱石をすりつぶした石臼になるんです。この石が佐渡で採れたということも一つ大きなポイントとなります。こちらの旅行会社ではこの夏の世界遺産登録を見据えて旅行商品の開発を検討しているといいます。これからどんどんマスメディアの露出が出てくると思いますので、そういう機運は高まってくると期待しております。今後もですね、世界遺産でどんどんお客様、お連れしようかと思っております。佐渡金銀山の歴史を学んでもらおうとユニークな試みも。キラリウム佐渡に広げられた巨大なスゴロク、400年以上に及ぶ歴史や成り立ちに触れてもらおうと設置されました。こういうちょっとしたゲームから
多くの人がもっと近在について学べるようになったらもっといいかなって思います。県は世界遺産登録を追い風に佐渡を含む県内の観光地を巡る周遊ルートを PR し、県全体の誘客につなげたい考えです。住んでよし、訪れてよしの新潟県の実現に向けて花角知事は、新潟県が子育てに優しいというレピュテーションというか評判が広がれば、新潟で子育てをしたいと思っていただける、子育てするならまた新潟へ帰ろうかということを選んでいただけるようにという意味で、社会減対策でもあり、総じて人口減少対策でもあります。未来を担う子どもたちが安心して暮らせる新潟県へ、県の新たな取り組みが始まります。